俺の名前は竹内恭平。今日は居酒屋で行われる高校の同窓会に参加していた。久しぶりに会う友達と話していると、後ろから突然肩をつかまれた。よう、久しぶり。俺の肩をつかんで笑うのは西村達也。高校の時に不良グループにいた彼は、今はヤクザをやっているらしい。お前、警察学校を出たのに、今は会社員をしているらしいじゃねえか。ああ、そんなこともあったね。懐かしいよ。俺は今、達組でヤクザをしているんだ。誇らしげに笑う達也に、俺はうなずいた。そうか、それはすごいな。肩に置かれた手をやんわりと払うと、俺は微笑した。ちっ、面白くねえやつ。お前とは話す価値もねえよ。イライラした様子で、達也は俺から離れていった。騒ぎを起こさないといいけどな。小さな声でつぶやいて、達也の後ろ姿を見る。少しすると、居酒屋の入り口あたりに人が集まっていた。あれは、美鈴か。みんなに囲まれているのは、メガネをかけた涼しげな美女である美鈴だった。高校の頃にマドンナ的な存在だった彼女が、遅れてきてみんなが集まっているようだ。ね、西村さん、どうしてここにいるの？よー、美鈴。まさか俺が高校の同級生だって知らなかったのか。まあ無理もないか。俺はやんちゃしていたし、学校にはあまり行ってなかったから。達也の顔を見ると、みるみる美鈴の顔色が青くなる。こんなところで会えて嬉しいよ。お前も俺に会えて嬉しいだろう。そんな彼女に近づくと、達也は慣れ慣れしく肩を抱いた。高校時代に全く関わりのなかった二人が接する姿に、俺は違和感を覚える。ちゃんと着飾っていて可愛いじゃねえか。そんな服を買う金があったのか。やめて、変なこと言わないで。腰に手を回す達也に、美鈴は嫌そうに抵抗をした。しかし達也が何かを耳元で囁くと、彼女は抵抗をするのをやめる。素直が一番だよな。俺によく見せてみろよ。ぴょろりと舌なめずりをする達也に、美鈴が涙目になる。同級生たちは止めることもできず、戸惑った様子で二人を見ていた。おい、もしかして美鈴を脅しているのか。彼女は嫌がっているじゃないか。恭平くん。俺が前に出て達也に尋ねると、美鈴は驚いたように声を出す。脅してなんていないさ。こいつに借金をみんなにバラしていいか聞いただけだ。西村さん、やめてって言ったのに。しまった。お前のせいで言っちゃったな。美鈴は隠したがっていたのに。かわいそうな美鈴だな。ほら見てみろよ。みんな、お前のことを軽蔑しているぞ。ケラケラと笑う達也に、美鈴は恥ずかしそうに顔を伏せた。こいつの親は、俺が所属する達組に多額の借金をしているんだよ。ヤクザ相手に借金を。どうしてそんなことを。こいつの父親が、つい先日まで入院していたのを知っているか。しかも母親は病弱で働けないって言うから、専業主婦なんだ。大黒柱の父親が入院したことで、生活費や医療費が足りなくなって、借りに来たんだよ。俺は驚いて美鈴を見るが、彼女は頬を赤く染めて、うつむいたまま顔を上げない。ヤクザ相手に借金をしているなんて、同級生には知られたくなかったんだろう。俺は、達組で借金取りを担当しているからな。たまたま美鈴の家も、俺の担当だったんだ。なあ、美鈴。みんなに、親がヤクザ相手に借金しているのが、バレちゃったな。そう言ってからかう達也は、面白がっているのがわかる。大変だったんだな。それで、お父さんは元気になったのか。
頑張ってくれたんだけど、もう亡くなったわ。悲しそうな声で答えたミスズに、俺は胸が締め付けられた。保険に入っていてくれたから、保険金である程度は借金も返したの。もう最初に借りた分は全部返したのに、金利がすごく高くて。ヤクザらしく高金利だったんだな。はーっと俺がため息をつくと、達也は肩をすくめた。ヤクザは慈善事業じゃねえからな。他で金が借りられない人間に貸してやるんだ。こいつの家だってそうだ。旦那が入院中の専業主婦に金を貸してやるのは俺たちぐらいだ。それこそ金利は高くしないと割に合わないだろう。感謝してほしいくらいだぜ。警察には相談したのか。これは闇金だ。今回の件は高金利違反になるはずだぞ。違法な金利は支払う必要なんてないんだ。たとえ契約書を交わしていてもだ。俺の言葉を聞いて、達也が鼻で笑った。警察なんかが助けてくれると思うなよ。奴らは現行犯じゃないと逮捕できないからな。それに薬剤絡みの面倒な事案は、話だけ聞いて門前払いだよ。ニヤニヤと笑う達也が、美鈴を見る。借金と働けない母親だけ残して亡くなるなんて、残された美鈴にはいい迷惑だよな。それなら入院なんてせずに、ぽっくりとすぐに消えてくれた方が、都合が良かったのに。そんなことない。確かにお金はかかっちゃったけど、お父さんはすごく頑張ってくれたわ。最後に病室で家族だけで過ごせた時間は、私たちにとっては貴重だったの。しかも、こいつと母親は、父親には借金していたことを隠していたんだ。親戚から借りたとか嘘をついて、父親は安心して亡くなったんだそうだ。笑えるだろ。自分のせいで奥さんと娘がこれから地獄を見るっていうのに、自分だけ天国に行くなんて。父さんを馬鹿にしないで。これは私と母さんが望んだことなのよ。達也の言葉に怒るミスズだが、ニヤニヤと笑う彼に顎をつかまれてしまう。借金している分際で偉そうに口答えができると思うなよ。言い返したいなら全部借金を返してからにしてくれ。おい、彼女を話してやれよ。俺の言葉を無視して唇がくっつくほどに、達也は見せずに顔を近づけた。親の借金700万、体で払え。それはどういう意味なの？どういう意味って、若い女が体で払える方法なんて一つだけだろ。辰組がバックにいる夜の店を紹介してやるよ。すぐに人気者になれるぞ。そう言うと顎から手を離して、美鈴の全身を舐めるように達也が見る。見れば見るほどいい体じゃねえか。これなら700万なんてすぐに返せるな。まずはきちんと働けるか、俺がテストしてやるからな。いやよ、そんなところで働くなんて。同級生たちは黙り込み、あたりはシーンと静まり返った。涙目で怯えるミスズは、震える細い腕で自分を抱きしめるようにしている。お前に職が選べる立場だと思っているのか。お前が借金を返せないなら残りは一人、母親の方に返してもらうしかないな。俺が紹介するところで働けるかな。体が弱いらしいからな。すぐにぽっくりと旦那の後を追いかけちまうかもな。お母さんには手を出さないで。母親の名前を出されたミスズは、気丈にも達也を睨んだ。それなら、お前がやれることは何だ。残された母親を守ってやれよ。お前の父親はもういないんだ。
守れるのはお前だけだろ。達也の言葉を聞いたみすゞは、涙を流しながら顔を上げた。みすゞは親しい友達の方を見るが、彼女たちはすぐにさっと視線をそらす。誰もヤクザに借金をしているみすゞを助けてくれる人はいなかった。ごめんね、みんな。せっかくの同窓会なのに、こんな騒ぎを起こして。ボロボロとみすゞが涙を流す。みんなに会えて、本当に嬉しかったよ。泣かせるね。それじゃあ、俺と一緒に行こうな。まずはお前の味見、じゃなくて、テストからだ。近くのホテルにでも行こうか。下品な笑みを浮かべた達也が、チロチロとみすゞの胸を見る。涙を浮かべたまま、みすゞはおとなしく達也に肩を抱かれた。これ以上は見ていられない。おい、そこまでにしておけよ。俺はそう言うと、ぐいっとみすゞの腕を引っ張って、達也から離す。おい、何のつもりだ。仇のくせにヒーロー気取りか。恭平くん、私は大丈夫だよ。これ以上迷惑をかけたくないの。俺を睨む達也から隠すように、みすゞを俺の後ろに立たせた。これが何かわかるか。俺はポケットから警察手帳を取り出すと、にっこりと笑顔を浮かべた。警察手帳、どうしてお前がそれを持っているんだ。公安です。闇金の取り立て、ご苦労。わざとふざけたように言うと、達也は目を白黒させて驚いた。な、公安、お前は警察を辞めたはずだろう。公安は身分を隠すことから始めるんだ。地元の人間に嘘くらいつくさ。実は俺は公安警察だった。警察学校を卒業してすぐに公安に配属されたのだ。今はとある任務のために身分を会社員に偽っていた。お前のせいで今している任務の計画が一から練り直したよ。上司には怒られるけど、みすゞを助けるためだから仕方がないよな。そう言って笑うと、ぎゅっとみすゞが俺のシャツの裾を掴んだ。みすゞ、もう大丈夫だからな。安心していい。ありがとう、恭平くん。ぽろりと涙を流すみすゞに微笑み、安心させるようにうなずいた。同級生たちは驚き、ざわざわと話している。しかし多くの人はほっとした顔をしており、俺が警察官であることを歓迎しているようだ。そう、本物の公安か。レアな存在だが、あえて嬉しくないぜ。お前もヤクザだったら、闇金対策法くらい知っているだろう。目撃多数の現行犯だな。詳しい話は警察署で聞こうか。闇金対策法。なんだ、当事者なのにそんなことも知らないのか。最近のヤクザはバカでもなれるのか。んだと。困ればそうやってすぐに怒鳴って、他人を脅かせばいいと思ってるんだろ。残念だったな。恫喝しても俺には通用しないぞ。やばい、こんなところで捕まってたまるか。そう言って、達也が俺に殴りかかってきた。キャーと悲鳴が上がるが、俺は達也の手首をつかむと、そのままひねる。うわ。体勢を崩した達也が、その場にうつ伏せに倒れ込むと、俺はそのまま彼を床に押さえつける。くそ、話せよてめえ。こんなことしてどうなるかわかっているのか。警察官を脅すとは、余罪を増やしたいんだな。何年刑務所に入るか楽しみだな。黙れ、ここで捕まったら組長になんて言われるか。顔を真っ赤にして暴れる達也だが、どうあがいても俺は逃がすつもりはなかった。さて、このまま一人で連れて行くのはさすがにしんどいな。応援も呼ぶか。片手で押さえながらスマホを取り出すと、なぜかみすゞが俺の腕にしがみついた。待って、
警察に通報しないで。お願いだから。俺の腕をつかむミスズの手は、ブルブルと小刻みに震えている。何かに怯えているようなミスズに、俺は優しく声をかける。どういう意味だ？こいつは逮捕できるから、安心していいよ。違うの。そうじゃないの。私のお母さんが危ないから。悲しそうな表情のミスズに、達也が大笑いをした。お前が仲間のサツを呼んだら、すぐに辰組の仲間が、ミスズの母親を地獄に送ってやる。なあ、ミスズ。俺が逮捕されればお前は助かるが、母親はこの世から消えるぞ。ごめんね、恭平くん。ポロポロと泣きながら、俺の腕をつかむミスズ。もともとそうやって、達也に脅されていたようだった。なるほどな。確かに俺が達也を現行犯で逮捕するのは簡単だった。しかし、ミスズの母親の保護が遅れれば、報復を受けてしまう可能性はゼロではない。だったら、あれで行くか。俺はそうつぶやくと、うんと一人でうなずいた。よし、わかった。通報するのはやめるよ。バカだな。お前は俺に公安だとバラしただけだ。スマホをしまった俺に対して、達也が勝ち誇ったように笑った。通報はしないが、このまま返すわけはないだろう。何をするつもりだよ。向こうに行こうか。ミスズ、ついてきてくれ。俺は達也を無理やり立たせると、居酒屋の奥にある座敷へと向かう。今日は店ごと貸し切っているため、奥の座敷には誰もいない。襖で仕切りがあるため、閉めれば他の同級生たちからは見えなくなる。かわいそうな恭平だな。せっかく公安を名乗ったのに、俺を逮捕できなくて。バカにしたように笑う達也を、畳の上に突き飛ばす。襖を閉めると、同級生たちと目が合ったので、にっこりした。こっちは気にせず、楽しんでくれ。そう言って襖を閉めると、達也が俺に飛びかかってきた。隙を見せやがって。後ろから飛びかかっても、やられるなんて弱いな。飛びかかってきた達也を避けると、俺は振り向きざまに肘鉄を食らわせる。うわ、くそ、おとなしくしてろよ。警察に通報できないなら、俺が直接お前に痛い目を見せてやるよ。そう言うと俺は、達也の顔面に拳を振り下ろした。両手で顔をかばったので、すかさずノーガードになった腹を殴る。苦しそうな顔をした達也に馬乗りになると、さらに何度も拳を振り下ろした。しばらく一方的に殴りつけていると、達也は涙を流しながら、首を横に振った。これ以上はやめてくれよ。もうわかったから。何が分かったのか、自分の口で言ってみろよ。殴る手を止めず、俺は冷静に尋ねた。ミスズに手を出すのをやめる。恭平の前にも現れねえ。その言葉を聞くと、俺はピタリと手を止めた。そうか。これに懲りたら、ミスズに手を出すなよ。分かったか。分かった。だから解放してくれ。涙と血で汚れた顔を向けられて、俺は嫌悪感で顔をしかめた。達也の上からどくと、彼はすぐにその場から走って逃げ出した。助けてくれてありがとう。でもこんなことしたら、恭平くんが恨まれちゃうよ。きっと私に手を出さないって言ったのも嘘だと思う。なあ、大丈夫。俺を恨んでもらうのが目的なんだ。え？それってどういうことなの？気にすることはないよ。俺が黙って見ていられなかったから、手を出しただけだ。泣いているミスズの肩をポンと叩いて、俺は笑った。達也は店から出たようで、その後は気まずいながらも同窓会は続けられた。次の日、俺は実家近くにあるビジネスホテルから荷物を持って出た。
荷物は小ぶりなキャリーケースとボディバッグだけだ。新幹線に乗って帰るため、まっすぐ駅へと向かって歩くの。予想通りだな。来たか。俺の前に怪しげな黒塗りの高級車が止まる。もちろんすぐに気がついたが、あえて気がつかないふりをしてそのまま歩いた。車の横を通り過ぎようとした瞬間、中から男たちが降りてきた。おい、抵抗するなよ。俺の手が滑ってザクッといっちまうからよ。交番だからって首までは鍛えられないだろう。達也が俺の首にナイフを当てると、男たちが俺を取り囲んだ。俺の前には姿を現さないんじゃなかったのか。なあ、嘘に決まってるだろう。俺に怪我をさせて無事で済むと思うなよ。ぎどりと俺を睨む達也は、顔にいくつも傷テープを貼っていた。昨日は泣いていたくせに。うるせえ、余裕ぶってんじゃねえよ。黙って車に乗り上がれ。車の後部座席に押されるように乗せられた俺は、あえて抵抗せずにじっとする。公安警察が何だって言うんだ。俺にはかなわないんだ。首にナイフを当てたまま、俺の隣に座った達也は機嫌良さそうに笑う。どこに連れて行くつもりだ。くっ、いつまでその舐めた態度が続くかな。これから行くのは辰組の事務所だよ。達也が偉そうに言い放ってきたため、俺は黙り込んだ。やっと自分の立場が分かったのか。車を発進してくれ。車はしばらくすると雑居ビルの前に止まった。ここが辰組の事務所のようだ。ほら、中に入れよ。お前の大好きな美鈴もいるぞ。恭平くん、あなたも連れてこられたの？ごめんね、私たちのせいで。部屋の中には美鈴と中年の女性がいた。どうやら美鈴の母親のようだ。ごほごほと咳をする美鈴の母親は、顔色が悪く今にも倒れそうだ。母さん、大丈夫？ねえ西村さん、お水だけでももらえない？ずっと苦しんでいるの。咳を繰り返す母親の背中に手を当てて、美鈴が達也に頭を下げた。嫌だね、そんなお荷物ババアには水すらもったいないじゃないか。そんな。涙を浮かべる美鈴はぎゅっと母親を抱きしめた。これはどういうつもりだ。昨日組長に交番の同級生がいると報告したら連れてこいと言われたんだよ。そう言った達也が扉を見ると深く頭を下げた。組長、指示通り交番のやつを連れてきました。おう、よくやったな。部屋に入ってきた偉そうな男がどうやら辰組の組長のようだ。お前が公安警察か。おお、意外と顔は普通なんだな。ジロジロと俺を見る組長を、俺は正面からじっと見つめた。さすがに肝は座っているみたいだな。ヤクザの事務所に連れてこられて平常心とは。いろいろな訓練を行っているんでね。公安の警察を捕まえるのは価値が高いな。これからお前をどうしてやろうか。顎に手を当てて、と組長が考え込む。公安に恨みのある人間に高く売るのもいいよな。この親子を人質にして警察の内部情報を探るスパイにするのもいいな。機嫌よく話す組長に美鈴の肩がビクッと震えた。一回で売るのはもったいない。よし、スパイにしよう。バレそうになったら公安に恨みのある人間に売ればいいだろう。決まったか。悩んでいた組長をからかうように言うと、彼はイラッとした様子で俺の方を殴った。ガツンと衝撃が走り、校内には鉄の味が広がった。生意気な野郎だ。こういう性格だから仕方がないだろう。ペット唾を吐くと血が混じっていた。この親子を俺が手配する部屋に住まわせて24時間監視しよう。
どうやらこの公安にとって守りたい存在みたいだからな。私たちのせいで恭平君に迷惑をかけたくない。組長の言葉に泣き出したミスズを俺は指さした。彼女のような闇金の被害者は多いのか。どうしてそんなことを聞くんだ。どうしようもないのに。別に、単なる好奇心と警察官としての正義感からさ。これから俺は警察を裏切らないといけないんだろう。哀れに思うなら教えてくれよ。まあいい、教えてやるよ。知ったところでどうにもできないだろうからな。そう言うと組長はテーブルの上から分厚いバインダーを手に取った。それは、これは辰組が金を貸している奴らの名簿だよ。いい商売だ。随分と数が多そうだな。辰組のメインの収入源だからな。しっかり片金を騙して金を取らないと。弱者相手に偉そうに振る舞うのがそんなに楽しいのか。もちろん。だからヤクザをしているんだ。その言葉に俺が黙ってうつむくと、達也がケラケラと笑った。公安に配属されたってことは、エリートだったわけだろ。それなのにこのざまだ。みっともないな。俺たちヤクザを舐めるからだぞ。みっともないとは、俺自身は思っていないけどな。仇を騙すお前らの方がみっともない。負け犬がギャンギャン泣いてやがる。ふんと鼻で笑った組長が、マインダーを床に落とした。調子に乗って女を救おうとするから、こんな目に遭うんだ。黙って見ておけばよかったのにな。自分が何でもできると勘違いしたのか。ごめんなさい、私たちのせいで。部屋の隅で拘束されたミスズと母親は、自分を責めて涙を流していた。昨日ミスズを見捨てればよかったんだ。ヒーロー気取りで警察手帳を出しやがって。その結果はどうだ。ミスズも助けることができず、お前も俺たちにうまく使われるんだ。組長も達也も、そしてミスズたちも、俺がこのままやられると思っているようだった。そのことが妙に壺にはまってしまい、俺は思わず爆笑してしまう。おい、何がおかしい。頭がどうかしちまったのか。いぶかしそうな達也に、俺は顔を上げて、笑いすぎて出てきた涙を拭った。ああ、畜生。感情コントロールがまだまだだな。笑っちまった。まあいいか。十分時間は稼いだから、ちょうどいいくらいだろう。おい、お前は何を言っているんだ。公安の警察は、秘匿性が大切な職業なんだ。テロ組織や海外のスパイなどから、日本を守らないといけないからな。身分がバレてしまえば、家族を人質にされるかもしれないんだ。それがどうした？お前はもうここから逃げられないんだぞ。お前みたいなヤクザに、俺の正体が公安だとバレたんだ。何の計画もなく、俺の身分を知った人間を解放したと思うか。うっ、くそ、てめえ何を考えてやがる。驚いた達也がポカンとしているが、組長はすぐに茶会と手を伸ばした。その瞬間、事務所の扉が強引に開かれ、中に警察官が流れ込んできた。驚く組長のその手を、俺は素早く殴りつける。ガチャンと音を立てて、茶花が床に落ちた。バンバンと連続した発砲音が鳴り響く。侵入と同時に警察が、数名のヤクザを撃ったのだ。警察だ。全員おとなしく手を挙げろ。あっという間に制圧されたヤクザたちは、茶花を構える警察相手に両手を挙げた。罠だったか。どうなってるんだ。どうしてここに警察が。怒鳴る組長と混乱する達也は、あっという間に警察に包囲された。俺は現場の指揮を取る警察官に敬礼をする。彼は少し緊張した顔で、敬礼を押し返す。ご苦労様です。その言葉に俺は微笑んでうなずいた。
さすに俺たちの事務所がバレるなんて。おい、聞こえなかったのか。お前らも手を挙げろよ。逃げ道はないのか。こんなところで捕まるわけにはいかない。キョロキョロと組長が周りを見るが、窓や入り口までは距離がある。しかも組長の周りには、茶化を構えた警察官がたくさんいる。諦めるんだな。お前の逃げ道はねえし。証拠を隠滅する時間もない。お前だけじゃなくて、辰組の幹部も全員捕まえてやるから、寂しくないぞ。くそったれ。俺の言葉を聞いて、悔しそうに組長は両手を挙げた。床に落ちていた闇金被害者の名簿が入るバインダーを手に取ると、俺は笑う。余罪が多そうだな。じっくり調べてやるよ。俺がバインダーを警察官に渡すと、ゆりっと組長が奥歯を噛みしめる。おい、達也。これはどういうことだ。説明しろ。なんで札にこの場所がバレたんだ。まさかお前は俺たちの情報を、あの公安に売ったのか。そんなことするわけないでしょ。俺だって捕まっているんですよ。おい、京平。わかるように俺たちに説明しろよ。なんで札がここに来たんだ。見ての通りだ。お前らをわざと泳がせたんだよ。俺には GPS がついていてな。辰組の事務所を把握して検挙するのが目的だったんだ。そう言って、ボディバッグをバンバンと叩く。実はこのカバンの中に GPS が入っている。ホテルから駅までの道をそれた場合は、追跡するように頼んでおいたんだ。まんまとお前らが引っかかってくれて、笑うのを我慢するのが大変だったよ。事務所に連れてこられた後は、時間を稼ぐために、お前らと会話を続けていたんだよ。嘘だろ。それじゃあ俺が車で連れ去られるのも、計画通りだったのか。むしろ来なくなったらどうしようかと思ったよ。肩をすくめると、ガクッと達也がその場に座り込んだ。俺が強兵にはめられたなんて、そんなのありえねえ。残念ながら、これが現実なんだ。達也、お前は今から逮捕されて罪を償うんだ。俺は達也の前にしゃがみ込んで、目線を合わせる。せっかく俺の身分をばらしたんだ。首の一つでも潰さないと気が済まないだろう。これで見せずだけじゃない。辰組に脅されている多くの人が救われたんだ。達也、想像通りに動いてくれてありがとうな。おかげで最高の結果を出せたよ。そんな、強兵を公安だと組長に知らせて、出世させてもらおうと思っただけなのに。呆然とする達也に、組長が怒鳴りつける。お前のせいで捕まっちまったじゃないか。どうしてくれるんだ。公安のくせに間抜けでうまく利用できるって、お前が言ったんだろ。すみません。まさかこんなことになるなんて。怯えた様子の達也を、組長が鬼の形相で攻め続ける。無償から出たら覚えておけよ。生きてることを後悔させてやる。そんなこと言わないでください。わざつじゃないんです。泣きながら弁明する達也の肩を、俺はポンと叩いた。達也のおかげだから、お前を組長たち、辰組幹部と同じ刑務所に入れるようにしてやるよ。やめてくれ。そんなことされたら何をされるかわからないじゃないか。顔を真っ青にした達也が、恐怖で顔を引きつらせた。刑務所内は閉鎖空間だからな。どうなるかな。そう言って組長を見ると、彼は達也を睨みつけたまま笑った。おい、達也。無所でお前の今回のミスについて、責任を取ってもらうからな。頼む。それだけは勘弁してくれよ。お前は組長がどれほど残忍な人か知らないんだ。刑務所内で原因不明で亡くなる人間が、毎年何人もいるらしいな。お前は何年生きていられるかな。刑期が終わるまで無事でいられるといいな。嫌だ。助けてくれ。そうだ。実は俺は、刑務所内にも知り合いがいてな。同じ刑務所にするだけじゃなくて、せっかくなら同じ部屋にしてやるよ。知ってるか、達也。
枕をぐっと顔面に押し付けるだけで、人間って窒息するんだぞ。そう囁くと、ぐるんと達也の目が裏返る。そしてその場に倒れ込むと、あたりにツンとした匂いが充満した。恐怖で失神して漏らしちまったか、かわいそうにな。でも自業自得だ。あとは日本の法律に裁いてもらってこいよ。俺はそう言うと、部屋の隅で震える店へと向かった。ちなみに同じ刑務所に送るのは本当だが、同室にするというのは嘘だ。そこまでの権限は残念ながら俺にはなかった。もう大丈夫だ。これで借金取りのヤクザに怯えることはなくなったから。本当にありがとう。涙を浮かべたミスズが俺に抱きついてきたので、俺はそっと抱きしめた。この後、辰組の組長と幹部、そして達也は無事に逮捕されて刑務所に送られた。予想通り組長や幹部たちは達也のせいだと思っているようだ。そのため達也は刑務所の中で毎日地獄のような生活を送っているらしい。美鈴と母親はヤクザに逆恨みされる可能性を考えて、念のため他県に引っ越すことにした。そして同窓会から数日が経ち、俺と美鈴は空港にいた。もう行っちゃうんだね。なあ、仕事だから。これから俺は別の任務のために他県に移動する予定だった。そこで俺は名前を変えて、しばらく家族とも連絡を取らないつもりだった。美鈴も引っ越し準備で大変なのに、来てくれてありがとう。ううん、私にはこれくらいしかできないから。そう言ってもじもじとした美鈴がパッと顔を上げた。その顔は熟れたトマトのように真っ赤に染まっている。嫌だったら拒否してほしい。そう言った美鈴が俺に抱きつき、そして頬に唇を押し当てた。美鈴。彼女の顔を見ると目には涙が浮かんでいた。誰も助けてなんてくれないって諦めていたの。借金は自業自得だって。でも恭平君のおかげで私も母さんもこれから一緒に生きていける。本当にありがとう。もし恭平君がいなかったら、今頃私は夜の店で働いて借金を返していたから。そう言って涙を浮かべたまま微笑んだ美鈴の笑顔に俺は心底嬉しくなった。こんな笑顔を守りたいから、俺は公安の仕事を続けているんだ。そう思った俺は何も答えずに微笑んで美鈴に背を向けた。恭平君、本当にありがとう。背中越しに美鈴の声が聞こえ、俺は振り返らずに手を挙げて答えた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。